EGM バーの算出からまたアプリケーションの動き見ていただきたいんですけれども、ただ一応押さえておいていただきたいのが、これも多分皆さんの施設でもっとして購入されているところもあるでしょうし、PDF で落とされている部分もあるかと思います。で、これのガイドラインに沿った形で EGM の算出ができるよというところで、EGM の算出というアプリケーションじゃございません、選択をやるとこういう画面になりますよと。で、これもそれぞれ入力していくと年齢、もし年齢がわからない場合は性別入力していただくと年齢の計算をすると。で、あと血清脂質カチニシンの値を入れるか、もしくはクレアチニンの値を入れて計算するっていうところになります。で、ボタンを押して計算というボタンがこう出てくるんですけど、計算というボタンを押してあげるとこういう形で、血清クレアチニンから出した EGFR の値も算出しますし、血清脂質カチニシンから出した値も計算すると。で、片方だけでも計算するんですけれども、両方持ってくると平均値で出してくるよというところになっています。で、右側にグラフ出してるんですけども、GFR ステージというのも、計算結果から出して、一番下に GFR ステージが G2 ですよと。で、これも警告レベルになってくると、値を表示するという形になっています。で、この辺の数式っていうのはガイドライン上も参考にさせていただいているというところになりますので、一緒にガイドラインと合わせて見ていただければというところですね。ここに出している表もこのガイドライン上の表になっています。で、これも動作を見ていただきたいんですけれども、実際 EGFR っていうのをしてあげるとこういうものになります。で、例えば女性の方が EGFR の高いなんですけど、60歳で入れてあげて女性手をします。で、今回ちょっと値としても引っ掛けようかと思うんで、これはちょっと高いやつで1点、1.4 ぐらい入れてあげて、シスタチング療法を 1.6 ぐらいで入れてあげると、計算としてあげるとこういう形で両方の値出して平均化してくれると、もし片方だけだと片方の値を持ってきますよと。で、先ほどと違って今度は警告レベルになってますので、 GFR ステージ G の 3D ですよというのが計算で出せるというところが、このソフトの特徴ですと。で、ここまで出して、やはりこれ記録しなきゃいけないよというところで、記録っていうところの機能を持たせてまして、一番下に押してあげると、PDF で出力できる形になっています。で、これそのまま、PDF に関連するアプリケーションを押してあげると、こういう形でもう PDF が作成されまして、これももう普通のタブレットの動きと一緒でこれが記録されて、例えばこれを入力してあげて保存してあげると、その使ったアプリケーションには保存されますので、これをそのまま例えば電子カルテ側に飛ばすですとか印刷に使うという利用もできる。で、それを電子カルテと連携させてやってとか読み込むことによって、その造影剤の実施した時の情報を正確に残せるという利用になります。